どうも、なおっちです。えー、今回は実況、青鬼、青鬼じゃねえや、安倍鬼の方をやっていこうと思うんですけど、えー、っと、今回は、コラボ実況ということで、と言っても、あの、リア友兼ツイッターの友達みたいな感じなんですけども、えー、それでは登場していただきましょう。えー、エレナさんです。 はいどうも、エレナでーす。今回、コラボ実況。まあ、実況、初めてなんですけど、まあ、よろしくお願いします。はい、というわけで、やっていきましょう。エレナさん。やっていきましょう。アベオニですよ。このタイトルからして、いかがわしいやつなんですか、これ。いかがわしいっていうかね。まあ、これ、俺、初見じゃないんで。ああ、そうなんだ。うん。な、何回だろう。一、二回やったかな。青鬼みたいなもん。うん。アベさんに追っかけられるゲーム。<laughs> 癖は、癖は。<laughs> まあ、とりあえずやっていこうと思います。<い>最初から。<い>難易度。どうするよ。イージー、ノーマル、ハード。それはもう、まあもう、そういう性癖なのもう、そういうハードなプレイを。<laughs> ハードなプレイでいくマジで。つまない <laughs> 大丈夫。なんかね、ハードだと途中セーブができないんだよな。一定の場所でしか。あ、それあれだわ。あのか、時間的にきついわ。ノーマル,ルでいこう。<laughs> 普通にいこう。 普通の人向け。あ、黒電話のみでセーブ可能だって。結局、なるほどね、特定のポイントなんだね。うん。まあ、いいんじゃね。ノーマルでいくだね。まあ、一応一応。よし、やっていきまーす。ーす音量調節モード。なんで尺伸ばしみたいな、<laughs> しないよ。このゲームはフィクションです。おぉ。ノンフィクションだったら困るけどな。ね。だってね。<laughs> 某作品。まあ、クソミソテクニックおい。おいお,いおい もう完全にあかん匂いがすんゃぞあかんゲームじゃないホラーゲームだからホラーゲームだから幽霊が出てくるそう幽霊だから別になんも怖くないよなるほど実体ないもんなうん学生だけではなく大人も知っていたんで大人知ってんだろうねもう年齢層幅広いな、ね、<laughs> 僕のお父さん昔そんなやがってたお父さん,父さん <laughs> これお父さんやばいパターンだよそういう人だった <laughs> そして僕はもうダメだこれ <laughs> ていうか、友達に誘われてってさその友達もう完璧にあかんやつじゃんついてくなよついてくお前もあかんやつで阿部王に阿部王が阿部阿部何これたけし仲思ったより綺麗なんだうるりか誰だんで怪人いるんだよ <laughs> なんか嫌な感じしてみちや絵が適当だよお前 <laughs> これあれだよ、たけしだろ、青鬼で言う。ほんとだよ。ほら、ビビってんのか、っつっての。たくや。なんでたくやだけじゃイケメンなんだよ。これさ、でもさ、たくやとたけちゃ同じじゃね色違うだけで。<laughs> <laughs> しかも、拷問列車で死んだ <laughs> ってさ、もうこれあかんだろ。<laughs> 何それ怖い。棒読み感が。やべえ、これ。そんな死に方だけはしたくないな。てか、死にたくないわ、まだ。ほんとだよ。だお、割れた。 な、なにおいや、そ、そんな、幽霊なんているはずないだろう。いいこと思えてた。みちん、お前、あっちの部屋。わかんない。<laughs> ビビるなよ、みちんは,は別にビビってねえビビてないしあ。俺が見てきてやれよ。<laughs> <laughs> ああ、みちん言っちゃったよ。危ないよ。大丈夫、うるりかは絶対安心だ。わよし。<全>えみちんからなんだ。たけしだって。<laughs> もう意味わかんねえよ、みちんたけしって。まあ、ちょっとね。 サクサクやっていこう。トマトケチャップ違う。うん、瓶が割れてる。戻る。おん黒電話んんいや、なんかね、止まった。おなんだ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 ろ、これ。おいらないか。あ、にっきりよくわかんない。あーっつって。 <laughs> ああこれねあれなんですよあのエレナさんにはゲーム音声とかが多分聞こえてないと思うんですけど聞こえてないです今の<も>あーっていうのとかあと多分画面が少しね遅れちゃったり音声もずれてたり若干時間差でね、うん、あるかもしんないですけどそこはご了承くださいゼロショークリア誰でも誰でも取れるやつですねうんなんかなんて言うんだっけ今の ちょ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 待て、もう一回っ<あ>さっきのステータス,ス,テータス画面的なうんみんな学生だな。なんであいつだけしたり、たけしって書いてるの <laughs> つまり。ね、あいつの職業はたけしなのってことじゃないのなさすぎた。<laughs> これなんだろたけしの部屋の鍵、どこの部屋だよもう意味わかんない。<laughs> なんであいつがいたところに部屋の鍵があるんだよ。ガチでいないみたいだなって。まあセーブね。ま<う>あいいよ。もうセーブはガンガンしていこう。まあ、ここでセーブできるってことでしょ、つまり。うん。 つまり困ったら今の場所だねあ,あ鍵だってうんうが青んだよねんとんどうんあそんなんだ逆にねあの、青鬼だと慣れあそうだった青鬼の癖でセーブしちゃいそうだったあ,あこれもセーブかんうん図書室おぉ、いきなり図書室かじゃああれだねあの、流れはやっぱり青鬼とほぼ一緒だから慣れてるから、まあ、うん、うん、慣れてるからってフラグじゃね もういい男がいるわけでしょ、あれ。うん、もうちゃんと服着てんじゃん、でも。いやーあれだよ。もう脱いでくるよ、すぐ。下からだよ。<ー>逃げろ、逃げろ。すぐ脱げるよりか。<laughs> <laughs> しかもさ、地味に似てんだよね。ああ、あやべ <laughs> ちけえ、ちけえ、ちけえ、ちけえ。 早くね早くねあやべえ<ー> <laughs> これやべえんじゃないあれ<ー>、一は入って。<あー> <laughs> <laughs> 待って、これ。これ難しいぞ。<笑><笑>えこれ、俺やったっつったけど、やったはずなんだけど、<laughs> なんでこんなぐだってんだろうね。てか、なんでよ、さっきの顔。<laughs> めっちゃ早い。 なんかあの、まじふわっティ並みの。うん。ん万能型ふわっティみたいな。あいつより多分早いんじゃないかな <laughs>。まあまあ、ストレートでは負けるけど。うん、ストレートはフワッティは早いけど、あいつ万能型だよね。もうあれか。あ、でも下からさっき来たんだよね。そうだね。うん、横からだ。これ。これ。お<ー>あ青鬼じゃねえ、安部さん。 さっきさ、出口の方がちょっとグダったじゃん,ん。これさ、ほら、ほんと、ハエのついてくんの、<っ>これ。やっべえよ、これ。おい,おい、これ逃げる逃げ,逃げれる、それ。そこ入れないあ、入れた。あぶねえ。お、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 お。これ、アナログパッドやばいかもしんない。難しいんだけど。ちょ、ちょね。このアメさん、どんだけ植えてんだよ、なげ <laughs> <laughs> すっげえ追っかけてくる。あぶねえ。あ、巻、まあ、いたんじゃない セーブセーブ。一回セーブしよう。こいつやべえ。やばいな、これ。パーツ1だよ。ん出現1は決まってる感じかなあー、えーとね、多分さっきのは固定なんだけど、なんて言うんだろう。青鬼と土曜で、エンカウントかな、割と。あ、ちょいちょいそうそうそう。うん、なんだあー。なんか出てきた。運がなかった。お 何をやってもいかない。道の小石につまずく。<laughs> こいちは悪いけどさ、ドジなんじゃないかなって思うよね。犬は何もしてない。いや、そんな犬普通にいるか。<laughs> うん、よくあることだよ、これ。歩いてるだけです、うん。運が悪いだけだよ、これね。それは知らない。<laughs> <laughs> いや、車にひかれてね、しぶとく行たらむしろ怖い、よ、君ゾンビになっちまう。ほんといくら私がここであんまりだあ<ー>あ<ー>。なんでその、お前中二病か。<laughs> 破滅しそうになっちまった。おおあ,あ、残ってるんだ。残るんだ。ああ。いい思だね。だったのた今の部屋。わかんない。あおね、確か花をね、なんか捧げるんだよ、あそこに。ああ。でね、どっかから出てきた気がするんだよね。ほら、ここに、あ、ちょっとセーブしていいそうだね。いつ来るかわかんないもん、あいつ。そう。もうこれ怖いから。 <coughs> 怖いってあれなんだけどね。なんか、エビかあ,あ,あ、この人の名前ってことか。あ,あ、違う違う。えっ、ー、とね、花。花言葉あるじゃん。あ、ああお音切り草。音切り草って確か、奇境覚えてない。バラ。ヒガンバナ。ヒガンだっけかな。ナスタチーム。うん、花はわかんないからな。顔なしじゃなくて。襲名菊かな。 何点うーんー、花はわかんない。容器わかんねえべよ、今の場所あったて光ってねえだろ。<laughs> 今、ここにもなんかあんかな、みたいなさ、思ったけど。いや、彼岸花持ってこ。これさっきの、この、このところに持って、この人、うん、なんかね、うる覚え、俺、結構。なるほど。はい、あげるよ。あ、違う申し訳ない。しかし何も起こらない。 ええ。ーなんでこのああ、持ってないんだ。なんでこの館に女がまずいるの安倍さんってでもさ、確か、あれじゃなかったどっちでも行けるんじゃなかった、うん、ああ、男多めの女少なダメみたいなやつなそうそうそう。だから安倍さん両党かよ。やばいよね。バラ。あ、ちげえや。バラそうだ。あれだ。バラはアー的な意味だった気がした。<laughs> じゃあ、音切りそう。 なるほど。花は分かんないからな。俺も、えー、でもね、これ前、日が花だ,だった気がしたんだよね。あれあなあ、花ってな、こっちの植物の花なくてあっちゃ <laughs> そっちの花かい。<laughs> もう花園はもう大好物ですよ。<laughs> あかんこと言うんじゃない。い <laughs> やい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 や、誰も、まだまだせせ、まだ健全。 もうノーカットの編集だからね、この動画じゃなくて、俺のプレイスタイルはそういう感じでやっていくんで、あの、知らない人は動画要項じゃなくて、チャンネル要項を見てください。俺、そういうスタイルでやっていこうという感じちょっと待ってね、これまでの買い物してね、すでにカット入りまくりな気がするんだよ。<laughs> うん、今のね、この下りもね、あれだからね、普通だったらカットだからね、何のミスってんだって話。<laughs> ていうか、僕らもしかして9、9種類目で当たるというのはなか、み引きすんじゃないの えぇ、ー、それはちょっとやなぁ。それごと不幸だよ。えぇフフフ待って、<笑><笑>もう5、6種類来きてんぞ。<laughs> えバラ持ったわ。ここ全部下段の,ものっを持った。聞き終わったね。本当にそう持ったね。そいつは難点、うん、襲名菊口なし襲名菊。持ってってみる漢字3文字だし。うん。 あれ、エンカウントしねえな。いや、ここの段階でちょっと出てきたら嫌なんだけどね、俺。もう,もう積み、積みせれでしょ。あ、ちげもう積みげえでしょ、そしたら。やばい、このくだりでね、4分ぐらい使ってる気がするよ。あれ,あ,れあとあって、3個ぐらいしか鼻がない、うん。あと、口なしと、難点,難点と、エリカ。エリカってでもさ、花いにないでしょ。あ、当たった。口なしか口なし。心が沈んでいく。 もうそれ落ちてってんじゃねお、なんかあるよ。<laughs> 逆おうあれ、さっきの人って実は。<laughs> え、安倍さんになったってことあ、逃げれんかな。あ、いけるけるける。<の>るよし。図書室で逃げればいいんじゃねあー、そうすればよかった。くそー。さっきと同じ部屋行こう。あ、巻いたんじゃねいたいた。巻いた巻いた,いたセ。セーブしよう、セーブしよう。セー,セーブ、セーブ。いいいい。来い来い来いよーし、客室の鍵3階だってさ。 よし、聞こえるか。三回。よし、十三番ホームと。ちげー、え <laughs> なんで、三しか共通点ねえじゃねえか。あ、これは、椅子動かすれば <laughs> れか。ああ、あれが、青鬼でもあったよね、このタイプ。うん、あの上に、あの、あの上の袋が怪しいね。うん。マッチ、おう。てかさ、あの、あのちっちゃい椅子で、よくあそこ取れるよな。え、気合と根性じゃね。えなんだこの辺。うん、まあ、いいや。まあ これサムネイル候補だな。サムネイル候補だね。よいしょ。それとも最初死んだ時とあの顔でもいいのか,なあ,のかあの顔だな、やっぱり。<laughs> ていうか、マッチって言われてさ、マッチどこで何に使うんだって。ほんとだよ。あれで撃退できんだまん、さが。いやー、無理だろ、安部さんなんて言。一本しか言ってねえのかえマジでほんとだ。<laughs> 使えねえじゃねえか、一本じゃ。なんだよ、どっかでタバコでもあるってか いやー、学生だからつまないんじゃねいかなあ、そこじゃねえここかなダウン、ダウン火つけんじゃないもしかして。もうつけちゃっていいのかなわかんないけど。あ、ついた。ついでどうすんだって話だけどさ。うん。問題そこだよね。つきました。はい、どうするって。え、もう、うーん、そうだ、セーブができねえんだったク電話じゃないと。ここ入ったべうん、さっきのやつ、客室の鍵はそこでしょ で、ここ入ったし、ああ、あれかな一階のこっちかな、うん、ああ、開いてる開いてる。うん、トイレか。ああ、なんか光ってる、なんか光ってる。木箱。ああ、これも休んかなあーでさ、確か容器に水を入れるんだこれ。あーそ,うそうそう。うん、うーんおい、おい、おい、ロープだお。おい、なんで、なんでこれ。<laughs> <laughs> パカパカ。 お前がうん。チョーレン打してる。なんだこれおい、このトイレなんだ、もしかして。んドアがねえトイレ。ああ、確かに言われてみれば。やはり。ドアのないトイレ嫌だよね。嫌でしょ。普通に嫌だよ。うん。よいしょ。気の知れた中でもやだよ。いや、当たり前でしょ。よし。これでし 木箱の中に<あ>お、子供部屋、ね、あ、燃やして消すとううん、うんそういうことだ。あの、確かね、アベオニはね、そういうところ地味にリアルに作られててね。なるほどね。子供部屋あ、セ全部、全部。よしよし。子供部屋なんであの難しそうな髪が。お。お。お<う>下に降りてみよう。何ができじゃあ俺が降りる。お、ああ道やね、見せてればいいんだ。 俺たち、俺たち、じゃん。お前たちはこっちに見ちゃうぜ。なんで分かれんだろうね、こういうのね、ほんと。一緒に行きたい,いと思うんだけどね。なんで分かれんだろう。確かに手分けした方が効率がいいっていうのは確かにあるかもね。知らないところだと。でもね、でも何の力、ウルリか大丈夫。お前、たぶん安全だよ。いやー、でもね、俺が安倍さんだったらね、やっぱ、あーなんか変なこと言いすぎだったよ、<も>俺。そしたら真っ先にいなくなるはず。うん。 っタゲが出ちゃたから意外と高いんだな。なんか落ちちゃう。落ちた。あ、死んだんじゃねこれ。生きてんの館の裏。オーが切れたんか。おお、セーブしますか、だって。一章はわり、プロローグ終わりみたいな感じか。えっと、さっきのがゼロ章だから一章じゃねえかな、これ。ああ、なるほどね。うん。 つまり、なんかしばらく、たけしは生きてそうな感じが。うん。あ、まあ、みちやか。たけしじゃないか。わかんねえけど。みちやの職業はたけしだよ。ああ、そうだそうだ。よくわかんねえな、まさか。<laughs> まあ、あれだね。えー、っと、じゃあ、時間もいいから、一旦ここで切ろうかなと。ああ、なるほどね。ちょうど区切り、はい。ちょうどね、衣装、一章のね、もう終わったし。 ここで聞く切ろうかな。おお、なるほど。はい。えー、というわけで、なんか、パート1からものすごいグダグダでしたが。<laughs> グダグダっつうか、なんかアウトっつうか <laughs>。<laughs> まあ、今後ね、もうちょっと、テンポは上がると思うけどね。グダグダじゃねえや。いろいろとアウトのところが増えていく気がするね。うん、物語もそれだけね、発展していく。うん、発,発展していく。おぉ、うまいこと言うね、発展ね。<laughs> やめろよ、<laughs> 発展していくから。 まあ皆さん、こうご期待ですよ。見てね。ねはい。というわけで、お送りしました。アベオニーパート1は、ナオッチとエレナでお送りいたしました。いたししたはい。また次回、お会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。